さあまずはあぐらで座ります。このポーズ、肩を痛めている方は中止しましょう。首の後ろにストレッチポールを置いて、外側から両手で支えます。胸は開いて、背骨はまっすぐ。呼吸を繰り返しながらウエストを軽く左右に動かします。さあ今度はストレッチポールを横向きに置いて開脚をしていきましょう。足を開いたらつま先は上向き、息を吐きながら両手でポールを前に転がします。吸って起こして、吐きながら前屈。吸って吐いて前に、吸って戻って、吐いてゆっくり、あと5回繰り返します。吸って戻して、吐いて転がしましょう。吸って吐いて前屈、吸って戻って、吐いてゆっくり、吸って起こして、吐きながら前に。さあそしてストレッチポールを肩甲骨の下に敷いていきます。膝は立てて、胸は開いて、両手は頭の下、背中全体をマッサージするようにポールを前後に動かします。さあしっかり足裏を床につけます。両足と体幹の力も使いながら、コロコロっと背中全体をマッサージしていきます。首に負担をかけずに、両手で支えながら目線は天井を見ていきましょう。さあ今度は首の下にストレッチポールを敷いて、頭を左右に動かしながら首も軽くマッサージしていきます。さあ凝りをほぐすようにゆっくり頭を動かして、さあそして横向きになって、脇の下もコロコロしながらリンパを流していきます。さあ腕を伸ばしたら、この時もしっかりと両足や体幹の力を使って前後に動かしていきましょう。反対側も同様に行います。さあそして膝の下にポールを敷いて、両手は指先をお尻に向けて肩の下、手首を痛めている方は中止しましょう。膝裏や太もも全体をマッサージしていきます。さあ両腕と体幹の力も使いながら、膝裏から太もも全体、お尻の筋肉までほぐしていきます。じゃあお尻をつけたら、両膝を上下にバタバタと動かして、ふくらはぎ全体をマッサージしていきます。さあポールの上に仰向けになりましょう。お尻から背骨全体、最後に頭を乗せて、両手をまっすぐ天井に伸ばして、肩甲骨でポールを挟みます。息を吸いながら両腕を長く伸ばして、吐きながら左右に広げて高く戻しましょう。肩甲骨でポールを挟みながら、呼吸に合わせて両腕を回します。吸って長く伸ばして、吐きながら左右に開いて戻します。もう一度吸いながら脇を伸ばして、両腕は頭の上、吐きながら胸を開いて両手はまっすぐ。吸って伸ばして、吐いて広げて高く天井に伸ばして、呼吸に合わせて肩を回していきましょう。
吸いながら脇を伸ばして、両手は頭の上、吐きながら左右に開いて高く天井に。肩甲骨周辺の筋肉をほぐしながら肩を回していきます。吸って伸ばして、吐いて開いて戻りましょう。吸って長く伸ばして、吐いてまっすぐ。両手を天井に引き上げ、ポールを挟んで腕を伸ばしたまま左右に広げます。手のひらは床の上、両手で支えながら吸う息で両足高く引き上げます。足を揃えて呼吸を繰り返しながら上下に30回動かしていきましょう。さあ、しっかり体幹や足の力を使っていきます。胸を開いて両手で体を支えましょう。さあ、呼吸を繰り返しながら膝裏を伸ばして、足を揃えて上下に。さあ、あと5回行います。6 7 8 9 10。両膝を曲げて背中全体をポールにつけて伸ばします。息を吸いながら両足を高く引き上げて、吐きながら左右に開きます。バランスを取りながら両足を閉じたら軽く膝を曲げて、右足を左足に絡め膝を曲げます。ガルーダーサナですね。吸って伸ばしたら反対側も同様に、軽く膝を曲げて左足を右足に絡め、吐きながら両膝を曲げます。吸って足をほどいてまっすぐ引き上げ、吐きながらゆっくり足を揃えて下ろしていきます。さあ、床につく手前で少しだけキープしましょう。呼吸を繰り返します。膝を曲げて吐きながら足裏を床に下ろします。